蝶学名から1983年3月9日は中華民国、中華人民共和国の軍人、政治家。蝶作人の次男、蝶学寮の弟、蝶学部同盟の兄であり、国民政府時代に天津市長を務めた。字は西京。東北陸軍工武道を卒業後の1928年に日本へ留学、陸軍風評学校で訓練を受けている。 翌1929年帰国し、兄の長学寮が率いる東北軍に所属した。1930年10月、天津市公安局局長に就任し、翌1931年3月には天津市長に昇進した。しかし、同年11月に発生した天津事件を収集できず、翌月8日に病気を理由として天津市長を辞職した。以降は天津に、 下付け、官干挙し、後に、香港に移った。1941年の香港陥落後に、超マラ部名は、戦火で困窮していたところを、日本軍に救助され、以後、王朝名への協力を申し出たという。1943年6月10日、王朝名政権において、境至るとともに、軍事委員会委員に任命され、政権が崩壊するまでその地位にあった。戦後は、 官官の罪に問われることなく、1946年に東北保安司令部参議室中条主任に任命され、後に国民政府主席東北行長江参議室副主任、中条総参議を歴任している。1949年1月に北平が無欠解除をされると、長マナ部名は天津に再び関挙した。中華人民共和国建国後、蝶マナ部名は、 北京市の河北人民革命大学で学習し、卒業後は天津市建設局延林所、人民公園管理所副所長に任命されている。1959年4月、中国人民政治協商会議全国委員会第3期委員に選出された。しかし1966年からの文化大革命では批判にさらされ、ついには旅政層と共に逮捕。 交流されてしまう。1973年、超学部名は無罪となって釈放された。1976年には復権して、天津市建設局副局長に起用され、後に天津市市政工程局副局長も務めた。この他にも、政教天津市委員会常務委員、中国国民党革命委員会天津市委員会、主任委員、 民側中央委員会員を歴任している。1983年3月9日、北京市で病没。去年76。ありがとうございます。